僕の記憶とともに家族は死んだ。病院で目が覚めた時、大きな事故に巻き込まれたんだって先生が教えてくれた。真っ赤に燃える炎の中で父と姉は死んだ。それ以外のことは怖くて思い出せない。
俺が守るよ。彼女も世界も。